にちは、長野インターネットを作ると申します。こんばんは。今日は、ある高原に来ております。ここはなんていう高原なんでしょうか。白べそ高原ですね。ここは星がよく見えるということで有名なんですけども、ね、はい、早速ファンの方にも伺いましたので、ちょっと自己紹介できる範囲でいいので、桜木と言います。桜木さん、はい、なんか名古屋の方から遠方から来られたというふうに聞いたんですけども。そうですね、はい、素晴らしい機材ですよね。ああ、いいです。全然これちょっとなんか見たことない、なんか自作の装置だと思うんですけども、はい、簡単に説明いただけますかね。まあもうこちらは赤道儀って言って星を追尾するための、はい、装置ですね、はい。なるほど、はい。この銀紙と段ボールの組み合わせはこれは何なんでしょうか。まあ、こちらは望遠鏡って温度変化で結露するんで、はい、レンズが曇ったりとかするんで、その結露を防止するために段ボールをつけて、そこに湿気を吸うっていう。なるほど、はい、形ですね、はい。今日は3台用意されてるようなんですけども、はい、すごくこう遠隔でできるってお聞きしたんですよね、はい、そうですね、はい。これからまあ月がちょうど出てまして、それが沈んでしまうと本格的なこう真っ暗な世界になりますよね。そうですね、はい、そうすると今日は何が見えるんでしょうか。今日は、まあ夜半っていうか、もう夜中0時過ぎてくると、はい、オリオン大星雲とかオリオン、オリオン、はい、が、まあ、有名なんで、そういったのがまあ見えてきますよね。で、あとはアンドロメダ大星雲とか、はい、が見えたりとかしますね。アンドロメダ大星雲はちょっと早めに出てくるんで、はい、なるほど。まあその辺が結構皆さん知って見える、うん、星雲じゃないかなと思います、はい。星の魅力っていうのはどんなところにあるんでしょうか。まあ僕は基本的に星を見るというよりは撮影する方なんで、はい、あ、なるほどなるほど、はい、なんでその星を見るとやっぱりちょっとはっきり見えないんですよね。うん、ちょっと点にしか見えないので、はい、で撮影とか写真で撮ると、はい、もっとなんていうんですかね、くっきり色が出てくるんですね、うん、あ、はい、そこに楽しみがあるっていう、はいはいはい、あ、肉眼で見てもあまりはっきり見えないんですね。そう、空気とかあるから、ま、そうですね、色がちょっと見えない、はい、で写真とかで撮って長時間録音すると色が出てくるっていう。なるほど、はい、まあ、望遠のこうレンズの力で、そうですね、機材、これ、まあ、地球が動いてるわけでよく、はい、追っかけるような仕組みなんですよね、はい、これ。そうですね、はい、それを何ておっしゃるんですかね。赤道儀ですね。赤道儀、はい、これはついてるわけですね。そうですね、で下にこうバッテリーも、そうですね、バッテリーで、まあ、電気で動いてるんで、はいはい、で星を追っかけるという形ですね。今日は行けるぞっていう日は何か分かるんですかね。そうですね、星がまたいでない、はい、今ちょっと上空見ると大気の状態が不安定になると星がチラ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 してくるんですけど、はい、おいおいおい、まあ、それがちょっとあんまりないんで、はい、今日は空の状態はいいんじゃないかなと思いますね、はい。もう何年ぐらいやってるんですか。そうですね、まあ、5年ぐらいですかね。そうです、はい、なんか誰かにこう誘われたとかそういうのがきっかけだったんですか。それはではないですね。ただ知り合いがそういう星を撮ってるっていうのがあったんで、まあ、そこからちょっと興味を持って、まあ、自分でちょっとやってみるっていう感じですね、はい。皆さんにこう伝える意味でも、はい、写真、綺麗な写真撮っていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。今日はこれからですね。そうですね、これからもう朝まで、天気良ければ朝までいます、はい、ぜひ頑張っていただきたいと思います、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。いいえ、こちらこそ。